こんにちは、賃貸の大崎です。本日は、奈良市近鉄大和港、大和西大寺駅から徒歩圏内の入試がハイツの、お部屋のご紹介をさせていただきます。それではまずキッチンスペースの方からですね、こちらの方で、お好みのコンロですね、置いていただけるスペースと洗い場シンクなどですね、広々としております。こちら窓はね、大きくついておりまして、昼間でしたら明るく調理していただきますし、換気の方も準備しやすくなります。この辺りですね、ちょっと魚など、置いていただけるスペースとなっております。玄関スペースの方にはシューズボックスですね、備え付けとなっております。そしてこちらの方はお手洗いですね、こちらの洋式となっております。ソビニオアの方にはバスルームですね、途中で入れ替えておりまして、綺麗なお風呂ですね。換気扇、換気窓ございますので、換気もバッチリですね。はい、こちら給湯器のリモコンございます。こちらで温度設定をすぐにしていただけるので、大変便利ですね。はい、途中でこちら、間取りの方ですね、ちょっと変更しておりまして、こちらつなげて使っていただけるので、1LDK としてお使いいただけるお部屋となっております。またこちらの方にはですね、テーブルやソファーなど置いていただいて、くつろいでいただけるスペースとしてお使いいただけます。はい、こちらの方ですね、1階のお部屋になりまして、こちらに出ていきますと、まずこちら、洗濯機置き場になっております。上の方にはですね、しっかりと屋根もついておりますので、雨の日でもですね、安心して洗濯物を干していただけるようになっておりますね。はい、こちらのお部屋の方はですね、テレビとエアコン設置が可能なお部屋になっております。はい、次こちらの方は和室6畳になっております。お布団を敷いていただいてですね、寝室としてお使いいただけるようなお部屋になります。収納の方もですね、こちら、1軒分ほどの幅の方、上の方にも天袋ございますので、しっかりと収納していただきます。こちらですね、キッチンの方にも、出るようになっておりますので、こいつのお部屋としてお使いいただきますね。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお助けでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。